この人の言うこと聞かないとずっとこのままだけどいいの？硬いパン、まずい水、冷たい床、そんな生活がずっと続いちゃうわけよ。週に一回のお仕置きももちろん健在、人には言えないようなメニューもどんどん追加されていくわよ。私はそれでもいいけどね。さ、行ってらっしゃい。私を失望させないでね。